聞くアーティストウェイ第4週7日目、花です。まりこです。わー、今日もよろしくお願いします。はい、ついに活字立ちが今日までですよ。今日までですよ、はい、お疲れ様でした。皆さん、はい、よく頑張りました。手震えてないですか？禁断症状禁断症状で、はい、はい、なんかみんなプルプルしながらね、はい、明日お会いできるかもしれませんけれどもはい、じゃあ今日もやっていきたいと思います。はい、今日はですね、第4週のまあちょっとね、最後の付け足しと、うん、はい、まあそれから、あ、まあじゃあ最初に言っとこうかな。今日は最終日なのでチェックインをね、はい、はい、チェックインを忘れずにしてみてください。はい、ちなみにまりこさん、チェックインとかちゃんと割とやってます？あんまやってないです。あんまやってない、うん、あ、チェックインね、やるといいですね。はい、あのね、チェックインね、課題とかやらなくてもチェックインはやった方がいいぐらいの、わかりました、はい、感じですので、うん、簡単なのでね、うん、モニペ何日書いたとか、はい、アーティストデート何どこ行ったとか、書き留めるだけでいいので、わかりました。はい、定期的にやってみてください。はい、はい、じゃあですね、第4週の最後にちょっと言っておこうかなと思うことがですね、はい、171ページですね。171ページ、はい、はい、ちょっとね、はい、本文中に、うん、はい、本文中にもある課題があるんですね。はい、埋もれた夢エクササイズっていうのが、はい、これも結構ね、なんつうの、掘り起こす課題なので、はい、やってみていただければと。これ苦手っぽい。あ、本当？じゃあちょっと読み上げますね、今ね。はい、はい、面白いと思う趣味を5つ挙げる、うん、面白いと思う科目を5つ挙げる、面白いと思うが自分では絶対にやらないことを5つ挙げる、持っていたら楽しいだろうと思う技術5つ、かつてするのを楽しんでいたこと5つ、そしてもう一度試したいと思っている愚かなことを5つを挙げるという、うん、はい、課題でございます。はい、苦手そう？埋もれた夢苦手かも。あ、そうか、うん、あとね、最初の頃に話したと思うんですけど、うん、なんか今、うん、ひらめいたことには邁進できるけど、うん、埋もれたものにもう一度フォーカスを当てることが、うん、なんか傷をうずかせるみたいな。なるほど、ちょっと怖さが怖いみたいなね、うん、言ってたよね。はい、じゃあぜひやってみましょうみたいな。はい、あとね、これも前にお伝えしたスピードライティング、はいはい、スピードライティングでもパパパッとスラスラってやるといいですね。はい、もう考え込まない、うん、考え込むと辛いし、うん、はい、もう5分ぐらいでね、パパパッとやっちゃっていただければと思いますが、はい、はい、ここでですね、まあちょっと どれも分かります？特に説明は大丈夫かな？科目とか、なんか科目ね、あ、そうね、科目ね、美術とかなんか社会とか、あ、授業でやった科目みたいなことですか？うん、そういうのでいいと思います。はい、とか言っちゃった、まあ適当にね、まあなんか、あ、確かあれも好きだったかなぐらいな感じで加えておけばいいと思うんですね。うん、はい、あとね、ちょっと最後のこの、もう一度試したいと思っている愚かなこと、うん、はい、これだけね、ちょっと説明しておこうと思うんですが、うん、これもですね、なんか本当に翻訳の方すいません、別にディスるつもりはないんですけれどもこれはですね、愚かなっていうよりは、うん、馬鹿げたことみたいなニュアンスらしいんですね。うん、はい、愚かなことって言っちゃうとなんかさ、失敗したこととかさ、うんうんうん、なんかは悪いみたいですけど、うん、なんかもうちょっとなんかウェイみたいな、うんうん、アホなこととかね、馬鹿げたことを、うんうん、やりたいこと5つみたいな、うん、はい、そういうニュアンスみたいですね。わかりました。はい、なんか文化祭でなんかバカなことしたとかなんか、うん、わかんないけど、そんなんばっかりですよ。あ、本当？はい、うん、じゃあそれをね、はい、はい、もう一度やったら法に触れそうだから、うん、ちょっと、うん、あんまり公には言わない方がいいかもしれない。あ、本当に？で別にこれやって公にしなくていいので、はいはいはい、自分一人でやって自分一人でああって、はい、はい、持っていけば楽しかったなみたいな、はい、そうそう、それやってみてください。ぜひぜひ、はい、最後にですね、もう一個だけ、まあ、今日はですね、活字立ちの最終日なので、ちょっとね、まとめ的なことも、言っておきたいと思うのですが、はい、それがね、どこだったかな、活字は、魂のジャンクフードはい、っていうところをね、ちょっとご説明したいと思うんですが、何ページでしょ、168ページから169ページにかけて、はい、はい、その辺にですね、実はすごいもう大事な、まあ、なんで活字をそもそも立たなきゃいけないのか、うん、はい、なんでこうインプットメディアダッチをしなきゃいけないのかっていうのがもう書いてあるんですね。うん、はい、それはですね、糖分やアルコールの取りすぎ、ドラッグ、働きすぎ、過小評価、悪い人間関係、害になるセックス、運動不足、テレビの見過ぎ、寝不足など、さまざまな形の魂のジャンクフードによって、そのユニークさをしばしば汚してしまう、まあ、その自分の、ね、ユニークさを汚してしまうということですね。うん、でもうここには、ね、活字も入ってくると思いますね。はい、はい、なのでそういうものからなるべく自分を遠ざける、減らす、うん、そうすると自然にジャンクフード食べなくなったら、うん、自然に健康になって、はい、自然に創造的になって、うん、やりたいこととかも自然にできていくんですよ。うん、うん、はい、もうこれ当てはまる人いるんじゃない？なんかね、山ほど
これ全部当てはまらない人いないよね、きっとね。いない、うん、ついについ最近私もねこれね、うん、思ったんですよ。なんか自分にユニークさを忘れてたな、うん、みたいな。あ、ほんと、うんうん、ちょっとユニークを、ユーモア、いや、ユニークって書かない、ユーモアって書いたかな、なんか書いてた ね、うん、ね、ちょっとね、ユーモア不足でした、うん、あー、なるほどね。はい、うん、まあ、このユニークって なんだろうな、まあ、ユーモアとか面白さみたいな意味もあるかもしれないけど、うん、その独自性みたいな、ね、意味だと思うので、うんうん、個性とかね、うんうん、そうそう、なので、その活字とか、はい、うん、あとここに書いてあるような、はい、ことをはじめとした魂のジャンクフードをなるべく断ってみる、うん、はいはい、少なくしてみるっていうことが大事なんですね。わかりました、はい、じゃあ皆様活字はどのくらい立てたでしょうか。はい、はい、じゃあまた明日ね、ちょっと、はい、確認というか、はいはい、お伺いしたいと思いますが、はいはい、まあ、でも本当できる範囲で大丈夫ですので、はいはい、自分に優しく、はいはい、やってみてください、はいはい、じゃあ今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまた明日。はい。